IWGP ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者、己の道を突き進め、佐々木健介入場。ど真ん中を追求してまいります。この男、マッスルエリート佐々木健介であります。赤コーナーよりチャンピオン、アンダーサーティーに未来を託せ、棚橋博史入場。プロレス界の至宝、金色に輝く IWGP ベルトを腰に、今チャンピオンが入場してまいります。本日のメインイベント、ケンスケ IWGP ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、180cm 115kg、ケンスケ佐々木ケンスケ。赤コーナーチャンピオン、181cm 107kg、棚橋博史。レフリー、レッドシューズ運動。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。蹴ってまいります。組に行きます。場外に落とします。リング下に降ります。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。ブロックします。逆水平を打っていきます。フロントからのキック、掴みます。ハンマーが襲ってまいります。チョップであります。ブレンバスターに取ります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。エルボー、組み合います。逆に倒します。張ってまいります。肘を打ち込んでまいります。逆に振り返して、ど真ん中スタイルの申し子であります、この佐々木健介。相手に真正面からその魂を熱くぶつけていく健介。その姿はまさにボルケーノ、現在進行形で大噴火であります。行くのか。こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。なるほど、ボディスラムです。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。
フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。足を抱えます。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。当たって効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ストンピングです。組みに行きます。ロープに振って、この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。強烈に締め上げてまいります。掴んだ、させません。あります、ガードします。行くのか、返してまいります。組み合います。対角線に飛ばした。カウンターで切り返してまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。ドロップキックを見舞ってまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。バックに回ります。一回ゲバックだった。立たせていく、バックに回った、エルボーで切り返す、サイドを取った、エルボーで返す、バックを取ってエルボーで返す、いけるか、逆に返した、エルボー強烈、エルボーを打ち込む、奥歯を噛みしめた、リバースで切り返した、ブラッシュリングエルボー、組み合った、あと逆に返した、起こした、あと耐えた、やっと、さあストラングルホールドガンマン、あっとエンジン切り、ジャンピングしてのエルボー、花道に移行した、今顔面に入りましたよ。危ない状況か、腕をブラインバスターで叩きつける、ガチッと組み合った、組み合った、あっ逆にパーン、もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ち打ってますよ。はい、リングに戻ります。リングに戻ります。腕をフックした、打たせない、抱えた、ブレンバスターで切り返した、引き起こす、ガジェット組み合った、逆一本強い、片口から突き刺さった、抱き起こす、北斗の剣を抜